特殊列車。特殊列車とは、通常の旅客や貨物の輸送とは異なる特殊な使命を持った列車である。その多くは臨時列車であるが、排泄列車の一部などはあらかじめダイヤに組み込まれてるものもある。目的に応じて専用の事業用車を使用して運転されることも多い。天皇、皇后、皇太后が使うために特別に運行される列車。特定集団。 団体が旅行する際に一般客の乗る普通の旅客列車と別に設定されて貸し切る列車。試運転列車とは、その名の通り車両の試運転のために運転される列車である。主として以下のような目的で運転される。排泄列車とは線路に積雪した時に除雪のために運転される列車である。蒸気機関車全盛時代は、貨車の一種である雪かき車を 機関車の前に連結して運転された。また、後日のロータリー車による除雪の際は雪壁を崩しながら倒設する車両がなく、機関車、マックレー車ロータリー車、機関車という編成を組んだ列車で除雪作業が行われ、この編成は通称キマロキ編成と呼ばれた。ディーゼル機関車の発展に伴い、ラッセルヘッドやロータリーヘッドを備えた機関車が登場し、21世紀、 初頭の現在ではこれらが主力となっている。通常は、ラッセル車を用いて運転されるが、大量の積雪があって、ラッセル車では対応できない場合や、ラッセル車による除雪を繰り返して、雪の壁ができてしまった場合には、ロータリー車の出番となる。ロータリー車による排雪列車を特殊排雪列車、略して、特雪特雪と呼ぶ。一方、除雪作業には、 保線機械の一種である排泄モーターカーが使用されることもあるが、車席を持たないため列車として運転することはできず、線路閉鎖の措置を取る必要がある。反面、閉鎖された線路内を自由に動けるため、ダイヤにとらわれず、積雪状況に応じた除雪作業が可能である。なお、北海道旅客鉄道 JR 北海道には排泄モーターカーに ATS などの保安装置を 取り付けて機関車とした DBR600 型が在籍していた。同車は車席を有するため線路閉鎖することなく列車として運転されていた。救援列車とは事故の際の救援及び復旧作業のために運転される列車である。救援用の資材を積載した救援車が使用される。また車両故障などのために自走できなくなった列車を牽引するために 機関車が単独で現場に向かう場合や、取り残された乗客を輸送するために、代わりの車両を送り込む場合も、救援列車としてこきれる。工事列車とは、線路の工事のために運転される列車である。営業運転ではない事業用の列車であり、以前は定期列車に位置づけられるものもあったが、近年は臨時列車として運行されるため、略して降臨とも呼ばれる。 通常は、線路の保守を担当する事業者、JR であれば、各旅客鉄道会社が運行するものを指し、工事現場まで、レールや資材を運搬する列車や、バラストを撒くための列車などがある。工事用資材輸送の列車といっても、その解釈は広く、直接工事現場へ輸送するものではないバラスト輸送や、工事列車用貨車を検査のために改装する列車も、 工事列車として取り扱われることがある。橋梁のかけ替えのためのクレーン車、鉄道では、ミサオ獣車と呼ぶ現場まで牽引する列車なども、その一種である。東海旅客鉄道、JR 東海では、機関車や貨車の老朽化に伴い、新型レール輸送機動車機や97系が導入された。この車両は、JR 貨物の名古屋港駅に隣接する、 名古屋市在倉庫でレールを積載し、日本貨物鉄道、JR 貨物名古屋港線を、で10に牽引されて名古屋まで走行した後、移行自社船内は自力で各地へレールを輸送する。配給列車とは、鉄道会社内の車用品を運搬するための列車を指す。基本的に、列車番号の頭に、はいの文字が付く。営業は行わないので事業用列車に分類される。 車用品の解釈は広く、小さいものでは、乗車券類や文書類から大きいものでは申請された電車、特に自社管内で完結する総合車両製作所、ニーツ事業所らの JR 東日本向け申請者や、所属車両基地から離れた地域で営業運転をする蒸気機関車、車両改造のための疎開など、車両自体も含まれる。最も一般的であったのは、工場から、 車両基地へ部品などを運ぶ列車で、その車両は配給車と呼ばれた。21世紀初頭の現在、それらはトラック輸送に行こう、または営業列車への積み込み輸送になり、本来の運用の場はない。対象が車用品であるため、配給列車は車内での運行が原則となるが、申請車両など他社にまたがって輸送される場合は、車用品の扱いにはならず。 一般的には JR 貨物に委託される。この場合は公衆鉄道車両輸送と呼ばれる貨物列車の一種となる。公衆輸送列車の場合は団体臨時列車にも見られるような頭にコートつく輸送番号が与えられる。列車番号は通常の臨時貨物列車と同様のものが与えられる。配給列車の特殊な例では乗り入れ先の千代田線で 導入が予定されているホームドア対応工事を行うため、小田急電鉄の4000軽電車が JR 東日本の松戸車両センターへ自力改装された後、大宮総合車両センターへ JR 東日本の電気機関車経員による配給列車扱いの形で改装された例がある。また、JR 貨物では配給列車と称した貨車の試運転列車が存在する。これは、 交番検査明けの貨車などが連結され、基本的に貨物駅と貨物駅の間を一往復する。首都圏では JR 貨物川崎車両所、神奈川臨海鉄道市大浜橋追託で、交番検査が実施された貨車の試運転列車として、東京貨物ターミナル駅と熊谷貨物ターミナル駅を、東海道貨物支線南部支線武蔵野線、高崎線経由で、 往復運転するハイ6795列車とハイ6794列車などがそれにあたる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。